フランシスコペレーラパソスフランシスコペレーラパソスは、ブラジル人土木技術者、都市計画家。1902年に、ロドリゲス・アルベス大統領によって、リオデジャネイロ市長に任命され、リオデジャネイロの都市改造を行った。ブラジルの最初の観光鉄道である、コルコバード鉄道の建設などに従事し、リオデジャネイロエンジニアリングクラブの会長も務める。現在リオ市に、 同志の名前を冠したペレイラパソス研究所がある。20世紀初頭にリオデジャネイロはヨーロッパからの移民と奴隷から自由な労働への移行に後押しされ、その迅速かつ外の成長の大部分に禁する主要な社会問題を受けていた。旧市街とその周辺地域というリオデジャネイロの中心部に不衛生な連立の薬病、黄熱病、天然痘、 これらが知られるようになり、国際的な名声が汚れ、死の町という不名誉な称号を受ける。一般に、ブートダウンとして知られている期間、都市部の改革に向け再編し、都市計画で、リオデジャネイロ近代的で、コスモポリタンな街の空気を与えるという都市美化を目指した。この時パソスは、植民地都市の、その構造都市地方をリオデジャネイロに取り、交通、水道、 下水道、健康と安全プログラムを必要としている万人から指示を受けていた。オスマンの改革に触発され、市長在任4年間で街の外観を変え、不衛生の宅地の改善と建物が連邦政府の首都を代表するに値する狭い路地や暗所は大ぶりかかる大通りへの変貌を犯し、再編とループ道路の循環の順序は住宅、 舗装された通りへいくつか拡張解体する。通りの拡張は、中心部から通気、換気、優れた照明を可能にし、またより高い基準を採用している。ラパーチダで人がデサを自由に通過するためにとも老う院に平行な建物配置となる。ストリートバラを1906年、通りの片側にすべての住宅の解体を主張。 20世紀初頭当時最高の店を収容し1800フィート、長さ33メートルという広い中央通りを公案。現在のダリオブランコで、町の最も重要な大通りとなり、今日、経済、行政の中心地の役割を果たしている。ベーラマール通りではできるだけ早く建設するように、開かれ、自ら陣頭に立って検査した。これは、カフの丘から、 市内中心部を接続した。大通りは市内の橋を接続するための効果的な方法であったが、このリンクはさらにトンネルの開口部によって補強されている。この改革後、オズワルド・クルスがリオデジャネイロは市の町というニックネームを失ったと述べ、1908年にはアフォンソペーナの発案で100周年を祝い、ワンダフルタウンとしてナショナルエキシビションを開催。 その一方、衛生環境の改善にもかかわらず、約1600もの古い住宅の建物が破壊されることで、パソスの計画形成の開始から高い社会的コストが課される。スラム街が発生し、これがまだ部分的に低所得の人口によって占められていた町中央部の風土を直撃したとも言える。これらの取り壊しで占め出された市内中心部の貧しい人々は、 高い家賃を支払って新居地で暮らすのは不可能で他の家族と一緒に劣悪な環境に暮らすことを余儀なくされる。郊外に建てられた彼ら用の宅地は十分手頃な価格の住宅というわけではなかったのである。結果、リオの近郊にはファベーラと呼ばれる丘陵地を覆う不法選挙によるスラム街を生み出し、リオの人口の5分の1、 およそ100万人をそこに収容することとなる。1897年当時のブラジル共和国の帰還兵たちが住み着いた場所もファベーラと呼ばれるが、もともとファベーラの歴史は1888年の奴隷廃止で居場所を失った奴隷らの者たちが居直って都市に住み着いた時に生まれたとされる。計画都市発足の裏で生み出されたこうした工場的仮設性都市は例外を除けば、 舗装道路もゴミ収集も下水設備から水道も電気もない地域もある。ここからさらに地方からの移住者流入が始まり、新山車の流入してきたことにより一層スラムの様相を犯した。改造によって影響を受けた巨大人口のかなりの部分がサンアントニオやプロビデンス周辺へまばらに地域や都市中心部に位置する丘に残った。 迅速な占領に苦しむ住宅へ、プロレタリアがスラム街に来る。それがこの時に市内の設定を超え、その後都市高密化に伴いファベーラもさらに高密化していった。ありがとうございます。